福井市では将来都市像、みんなが輝く全国に誇れる福井の実現に向けて、毎年度部局ごとに部局マネジメント方針を策定しています。建設部の佐野です。建設部では大雪や大雨などの自然災害に強く持続可能な町となるよう、道路や河川などの社会基盤の整備を進めています。また市民に親しまれている阿諏訪山や中央公園により多くの方々が来ていただけるよう取り組んでまいります。さらに市民の方々と協力して水と緑豊かな生活環境を作っていくとともに、空き家の有効活用を図るなど、快適な暮らしの実現に向け取り組んでまいります。今年度は除雪車に GPS の導入が完了する予定です。除雪車の稼働履歴やリアルタイムの位置の確認が可能となります。今後も除雪の効率化に取り組んでまいります。また中央公園につきましては、新たな福井の魅力を発信する場として庭キャンを進めます。若手職員や子育て世代の職員が中心となり、計画案を策定した雨天時や真夏日でも安心して利用できる屋根付きの子どもの遊び場を整備します。中央公園を利用する方が増え、街中のにぎわいに寄与するものと期待しています。私たちは道路、河川、公園、住宅といった生活の基盤であるインフラを支え、市民の皆様が快適に安心して暮らせるよう取り組んでまいります。福井市部局マネジメント方針で検索。